ブルームっていうのは BLOOM と書くんですが、はい、花が咲くっていう方のブルームですね。いや、これは巨大言語モデルなんですよ。ブルームっていうのは、なんかの省略な頭文字取ったわけだけど、ブルーム、オープンアクセス、マルティリンガル・ラングジュ・モデル・バイ・ビッグ・サイエンスと。これが、ブルームが特徴的なのは、例の先ほど話で出たよね、Google とかディープマインドとかオープン AI みたいなビッグビジネスじゃなくて、研究者が集まって作ったと。で、ビッグ・サイエンスという、名前の、組織があるわけなんですよ。で、それがね、新しい、巨大言語モデルを作ったという話なんですが、で、これが2021年3月11日から2022年7月6日まで、研究を続けたと。で、117日間、計算やったそうで、1000人の研究者、70カ国の研究者、250の研究機関と。で、これを計算したのが、フランスの、これ何発音、ジャン・ゼイと発音するかな、スーパーコンピューターと。で、これはパリにあるらしいんだけど、スーパーコンで300万ユーロ、4億2000万円。で、これはフランス政府が出したわけ。で、これがね、すごいのはね、46カ国語。で、今までの言語モデルはほとんど英語が圧倒的なのよ。GPT-3 もその他の、他のもあらゆるもみんな英語はほとんどない。ところが、ブルームはですね、英語が30.3%、中国語17.3%、フランス語13.1%、で、コンピューターコード13%、スペイン語10.7%、ポルトガル語5%、アラビア語3.3%、ベトナム語2.5%、で、その他ですね、いろんな国の言語があって、で、ところがですね、残念なことに日本語はないの。ない。ここ全が然ない僕こはと。ね、極めて、大きな問題だと思うんですよ。ベトナムも入っておりですよ。アフリカのね、マイナーの言語がいっぱい入ってるんですよ。ということは、あんまりアフリカの研究者も入ってるということ。だからね、なんで日本の研究者が入らないんだって。そこがね、僕はね、最大の問題だと思うわけ。で、パラメータ数ですけど、176ビリオンと。で、これは微妙でしょ。1足した。175ビリオンですから。だから1ビリオンだけ多いと。1760万、ですね。で、何ができるかっていうのは、もえさんも同じですよ。で、ハギングフェイスっていうところのホームページに入るとですね、比較的簡単に登録できるようで、よかったら小林さん、ちょっと登録してじっくりああ、そうか。はい。ハギングフェイスですね。ハギングフェイスで、ブルームね。でね、こんな例も書いてあってね、日本語は学習してないんだよ。だけどね、どうやってか日本語も入るらしいんだよね。これきっとね、他の国の文献、例えば中国の文献に日本語が入ってたとか、例えばね、ってなことじゃないかと。でもね、見たけどね、それをね、乗っけた人は日本語もできるよって書いてるけど、僕は読んだけど、この日本語なんだと思ったから。データがね、もともとね、意図的に入れたデータはゼロですからね。だから本来できなくても叱る義務の、ちょっとはね、できるというところがすごいよということで。だから僕はここで問題だというのは、日本ですね。で、結局ね、思うにね、これ前々から思ってるんだけど、これって結局ディープラーニングじゃないですか。で、前も申しましたように、AI の研究者はっきり言って、ディープラーニング派とアンチディープラーニング派にピタッと分かれてるような気がするのね。で、日本ではどうもよく分かりませんがね、この前のお偉方のインタビュー聞いてもそうだけど、アンティディープラーニング派っていうのがメジャーじゃないかって気がするんだよね。シンボリズム、シンボリズム、記号主義みたいな感じですね。
で、だからね、こういう計画に、参画 したくないのか、というところが、あるいはこれには限度があるか、こんなことやってもしょうがないと思ってるのか、という、非常に僕はね、残念だと思うんですよ。でも、この前、日本の方でなんか自然言語処理をやってらっしゃって、すごい知識豊富な方いらっしゃいましたよね。ちょっと、いやだから おられると思うんだけど、じゃあどっかで、どっかで、研究してらっしゃったの。私は東北大の乾健太郎先生は相当自然言語処理頑張ってらっしゃるなという目で見てるんですけど、それ以外あんまり知らないんですよね。日本でどこで自然言語処理やってるんだろうっていうの。NTT の方ですか、この前なんかで出てきて すごい知ってらっしゃるなと。私、聞いてきましたよ。ああ、そうですね、NTT ではずっと、ああ、そうですよね。機械翻訳やってますよね。で、小林さんがおっしゃった会社でやってるって言って言ったでしょ。いやいや、塚本先生か。どこの会社、LINE か。ああ、LINE ね。LINE も言語モデルやってますね。ただ、今のブルームはやっぱり研究者で、だから会社は入らないからね。大学とかそういうところですから、ね。だから日本でまあそういう LINE はやってるのかもしれんが、メジャーな日本の大学とか研究機関では結局そういう大言語モデルの研究はやってないわけよね。で、たら参加しても叱るべきだもんね。なんでなんでしょうね。あれですか、研究成果になりにくいんですか、日本だと。まあ、昔からね、やってる人たちは、その分野、自分の分野をずっとやってる感じはありますね。じゃあ、研究成果にならないとおっしゃるけど、これ、ペーパーに出たら当然、まあ、ワンノブゼム、まあ、もちろん、ものすごい数の研究者のワンノブゼムですけどね。研究予算が取りにくいんじゃないですか、きっと。まあ、それはあるでしょうね。いや、日本語だってなんかでかいコーパスってなんか用意すべきだろうなって、図書館何巻分っていうぐらいの全書物を、デジタル化するみたいなことはどっかやってほしくて、やるとしたら国立国語研究所なんじゃないかなと思ってるんですけど、やっぱりどうもそんなに予算豊富には取ってこれてないっぽくて、そんなに大規模なことはできなさそうな雰囲気ですね。いやだからね、本当に日本はね、AI 後進国になっちゃいましたね。で、我々は外野でだから勝手なこと言ってるけど、そうは言ってもニュースぐらいはお伝えしないと、世界がざわついてるのに日本は情報も入ってこないからざわついてないというのはちょっと情けなさすぎると思うので、まあ我々ができるのはせいぜいその辺かなっていう感じですけどね。僕ずっと以前に文科省のお役人の方と知り合いになって、で一度お呼びしたじゃないですか、シビライティサロンに。覚えないですね。覚えてない。でその方に会いに文科省に行ったことがあるんや。で、その方は来られたっていうことですね。いや、我々が大きなイベントやった時にそんな方。テンポジウムで。かもしれません、そういえば。あの方は予算を取りましたよって、で、だから、まあ、研究機関を一応ね、立ち上げた。で、まあ、彼はそれなりに頑張ったけど、その後、どっかの、外国の、学術、科学アタッシュかなんかで手になったとおっしゃってたけど。いや、だから、それ以後、もう一つね、どうなんです？研究者も文科省も腰が据わってないんじゃないかな。まあ、よくわかりません、外野ですから。この分野、企業が本当は主導した方がいいのかもしれないですね。アメリカとかでもそれがあるから進んでるところがあるんじゃないか。実用につながってるところ、それがドライビングフォースになって、そこに大学が参加するみたいな。ちなみにね、その巨大モデル、言語モデルはね、まあ、当然、アメリカ、と英国と、まあ、ともかくね、中国もそうだしね、ロシアも出してるんですよ。それから韓国も出してるんですよ。メジャーな国出してないのは日本だけですよ。だけですか。ちょっと我々で予算取りましょうか。申請書出したら意外と通るかもしれない。いや、だからこれがね、僕前から言ってるように、例えばね、
なんていうのかな、核融合をやるためのに組織を日本に誘致するとか、という話とか、あるいは、巨大な貿易とか、何でもいいや、核融合、あんな数兆円とかいうような規模の話だったと思うんだけど、うん、で今のこういう言語モデルって、もちろんね、かかるかもしれない、でフランス政府が金出したって言うんだから、うん、4億何本ね、うん、その程度の金額なんですよ。で GPT-3 を作るのに、電気代計算費で、5億とか12億とかいろいろ噂あるんだけど、その程度のレベルね、それがね出せないほど日本は瀕したかって、でまたそんだけ出す必要もないんでね、うん、はい、そういうわけです。はい。